待ちどおさま。今日もお昼の顔は山城慎吾、あなたの慎吾の登場です。どうも。なんかちょっと勝手が違う感じがいたしましたけども、ね、これテレビ局のスタジオっていうか、これしかしよく考えてみると近頃局制作っていう番組あんまりやったことない、下請けの番組が非常に多い下請けタレントでございますけれどもね、こう日頃のこう新宿のコメディシアターの雰囲気と違いまして、こう天下の TBS のスタジオでございますけどね、赤坂でございますからね、なんかのプロデューサーの後藤なんか朝から落ち着かずにそわ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 しておかしいおかしい、立ち食いそば屋がないとか覗き部屋がないとかって生まれて初めて赤坂に来たから覗き部屋もないしね、覗き部屋がないもんだからなんか環境に慣れないというか、なんか上京したての時のね感じがこう何もないんですね、何もないんですね、覗き部屋もないんですねってうろうろしておりましたけど、天井も高いし、天井も高いしね、上がっちゃったっていう、ですね、全く環境にめげずにしばらくまた旅アンギャを続けたいと思います。前略ごめんください、この間のゆきさんご兄弟の歌ですね、本当に良かった。ヘドロの中に白鳥が2羽、あ、皆さんヘドロですね。ちょっと誰その人、どこ何県の人、神戸市スマックの方です、まあ、ヘドロ、ヘドロとカブリシャスって言いましたよね、ヘドロの中に白鳥が2羽、まあ、どこに足を下ろそうかとしているようでした。でも周りのヘドロもきれいに、洗い流されるようでした。私も今日は訳もなくな涙が流れて止まりませんでした。神戸市スマックの高橋玉樹さんという40歳の主婦の方でございますけれども ね、ちょうど意地悪な私ね。いやでもヘドロが洗い流されたんだからいいじゃありませんか。このことヘドロじゃないですよ、ね、ヘドロってこれのことじゃないの、しんごちゃん勝手に決めたのよ、私たち勝手にって読んでるよ、そんなこと書いてないじゃない、書いてありますよ、ヘドロ私たちのことって書いてないじゃないの、ヘドロって指差してるこっち、いやそうじゃないけど、あなたが悪いのよ、違う違う、だってこういう白鳥が2羽いて周囲があったら皆さんのことじゃありませんか、そうかな、ゆきさんなんでちょいとかどうでもいいけど、あ、私いなかった、イエーイ。お前たちは自分さえ良かったらいいことだよ、だからさ、うん、自分のことだと思っちゃうのがいいとこなのよ、京子ちゃん、やっぱりね、心配されてる方に、こんにちは、うん、山城さん、来週から新宿を離れて赤坂に行くとおっしゃってましたが、うん、私はちょっと心配なんで す、 そうですよ、庶民的な新宿から赤坂なんて華やかなところに行っても、私たちテレビを遠くから見てる人たちって忘れてしまうんじゃないか、忘れちゃった、やっぱり私たちあっての慎吾さんであり、お待ちどうさまじゃないでしょうか、そうそうそう、新宿から離れても私たちのことを忘れずにおしゃまんべくっちゃんと呼べる叫べる慎吾さんでいてください、お願いしますね、福岡県田辺市静か、そんなはあった TBS に来ようがフジテレビ来がどこ行ったってんな、おしゃまんべぐらいに、おしゃまんべフジテレビこの後銀座でしょ、しかもこの後銀座行くのよ、銀座行くのが来ちゃうんですよ、寝室に寝室を重ねて、ね、すごいもんだな、はい、そういうなんか聞こえがいいようで、新宿からあれですよ、銀座日比谷にね、格上げみたいに、そうそうじゃないんですよ、行き場がなくてうろうろしてるっていうだけの話なんだ。藤井まなみさんです、はい、こんにちは、うん、赤坂から、はい、はい、赤坂の初日にふさわしいウールとアンゴラの梱包です。ローズピンクが目にも鮮やか、胸元のベルベットがポイントです。パーティーにも ぜひどうぞ、赤坂よろしくね。なんかこう我々は新宿をこういう情報売り物してる番組で新宿見捨てたような感じがしますけど、そうじゃないんです、家賃が払えずに追い出されただけなんです。本当小沢良子さんでございます。訳ありの新宿なのに本当に寂しいわ、赤坂の銀座なんて何の関係も、ねぎり倒したあの辺をね、うらついて、そうよ、タワラゴロゴロで暮らしてたのに、私はやはり赤坂のがぴったりくるような感じがしますけど ね、行った先ですぐそういうふうに言いますけれど、生色の性格の持ち主、山城慎吾です。高見京子ちゃん、こんにちは、そして中山大三郎さん、今ちょっとこの人もバカでしょ、新宿行っちゃったんですよ、コメディシアター行ってうろうろして誰もいない、誰もいない、マキさんで混んでることもあるのよ、いや今日はね、まさか検問で捕まっちゃった、検問です、あんまりうろうろした、いやいや新宿行っちゃったらしいんですよ、そして TBS と言います、池田優子ちゃんにも来ていただいております、どうもよろしくお願いしますね、この間の歌ってないですね、歌声というのは、うん、やはり歌っていうのは僕はね一番やっぱり歌手に羨ましいなと思うのは、うん、
この歌ってのは心ですから、それで心で皆さんを感動させる、我々がいくら言葉を多く喋るよりも一曲歌っていただく方が本当に感動させられたり、小山の須藤和美の涙、我々もじーんとちょっとした動揺で泣けたりなんかするのね。でも私たち2年も出ててヘドロですってね。どういうこと嫌なら嫌って言ってよ、はっきり。そうよ、ちょっと間違ったはっきり読んだかな。ヘドロだね、2年もやられて、今日は昨今のちょっと静かにしていただけますか。レトロブームに乗りましてですね、これレトロっていうのも私ずいぶん失礼な話で、レトロって昔をちょっと懐かしんで、なんとなく昔の格好して歩いたりなんかして、レトロってとんでもない話でね、ね、温故知新ということがありまして、古きを訪ねて新しくし、なんか昔のダボダボの服着たり昔の車乗ってレトロだぞってふざけんなこの野郎って感じがします、うん、でも私たちなんかなんとなくレトロって感じで服並んでるとね、そうです、存在そのものはレトロでございますけれどもね。まずはレトロのアクション、昭和37年の大ヒット、今私が名調子で喋ってるんですから静か、昭和37年の大ヒット、この頃私は何をしていると言いますと、白馬童子で天下を取っておりました、ね、そして北原健二さんのあの懐かしい若い二人で登場していただきましょう、どうぞ。どうもこんにちは、ご無沙汰いたしております。こちらこそ、よろしくお願いいたします。これは昭和37年です、僕がデビューしてちょうど1年1年ですね、はい、さあ皆さん振り返ってください。昭和37年頃と言いますと、あの皇太子様がご成婚されたのが昭和34年ですよ、はい、それから僕が記憶の中ではそのテレビの地蔵機がどんどんどん、テレビっていうのはこのご近所に1個あって、それにプロレスみんな見に行ってた時代から皆さんのご家庭にだん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 普及していったのがこの時代、はい、ね、そうですね。その時に彗星の男現れたのが、いえいえ、大阪は浪商の出身北原健二。私もね、はい、野球が大好きで、うん、野球の選手になりたかったですね。ははは、それが僕の小さい時の夢だったんですけど、うん、でもあのやっぱり体が小さかったことと、うん、やっぱこう声が良かったんでしょうね、うん、だからこっちの方が来たということ、うん、大変な勘違いされてる方ってことですけ、慎吾さんとはね、うん、以前にマンションで一緒にね、上下で僕はね、白山のマンションでね、はい、北原健二さんと僕と同じマンションにいましてね、そしてこちらも子供2人連れてまして私娘連れてうろうろしててね、もう慎吾さんはね、うんうん、あれよあれよという間にもう大稼がれましてね、何教えんすか、白山さようならって行かれたんです。私は今でも白山さんですとんでもないです、というわけで北原健二さんね、皆さん懐かしい歌声、そして、昨今のテレビの歌番組、テレビ文化なんかいろいろお話ししていただきましょう。さあもうお一方です、もう少し昭和35年の大ヒット、皆さん懐かしいと思いますね、森山加代子さんをご紹介しましょう。月影のナポリです、どうぞ。
ですね、月影のあの光でカレーを見つけて、見つかってないじゃないですか。いや、見つかりましたよ。見つかりましたですか、はい、大丈夫ですか。あ、中山大三郎さん入りましたね。同時な、同時な方なんですね。ケンシは、ケンシはいないんですか。死んでくいちゃったんです。やはり赤坂の似合わない方でございますけれども、何してたの、うん、何を見つかってきたの、大福、うん、いや、ほら、初、うん、というわけで、北原健二さんと森山加代子さんをお迎えして、今日はたっぷり1時間いろんなお話を聞きたいと思います。皆さんの中でもう昭和35年37年がよぎりましたでしょうか。よぎりよ、今夜もありがとう。じゃあちょっとコマーシャルです。この番組は生活ネットワーク日本文化センターとご覧のスポンサーの提供でお送りします。あのちょっと会場、僕はどうでもいいけど、お客様に失礼だよ。暑いよね、暑い、暑いよ。僕はどうでもいいですけど、 TBS のここだけ涼しくならないんですか。フジテレビは涼しかったけどね。威張ってもいいから、ね、寒い風吹いてたんじゃないの、うん、ダメよね、威張って、ね、威張ってもいいけどさ、テレビ朝日涼しかったよ。自然に涼しかったよ。人がいないから。え、会場が大きかったから。会場が大きかったから、うん、まあどうでもいいんですけれどもね、わがまま言っておりますけど、あれは森山さんは何年頃ですか、今の歌。35年です。昭和35年です。生まれてました、京子ちゃん。京子ちゃん生まれてたかな。やっとギリギリぐらい、うん、これあのお二方にとってはやっぱりさっきも言ったようにテレビの普及がどん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 各ご家庭に、ね、一番この普及していった時ということはテレビアイドルの先駆けと言っても宇多田さんいいでしょうね。そうですね、うん、僕の記憶ではあの、うん、まだカラーテレビが、うん、できてない頃に、はい、僕らデビューテレビはありましたよね、うん、36年って言いますとね、うん、がちょこちょこ部分なんかカラーってのほれ、そうそう、前にこうちょっと、うん、ね、その時代ですね、ちょっと前に色にあのなんか表にこういうものをつけちゃってさ、うん、ありましたね、はい、うん、そんな時代からおやりになってるわけです。私もそうでしたけれども、うん、はい、ね、私なんかの白馬童子なんていうのはね、まだ映像的にもいろいろ技術的にもいろんな問題があってね、あの空に向かって白馬童子やなんかがカーッなんて言うとね、空の明かりに負けちゃって画面が真っ暗に映ったりなんかしたことあったでしょう。ありましたね。そんな時代だったですよ。こう地蔵機に真っ暗でね、あのよく分かんなかった、光の後ろの光線に負けちゃうみたいなこともあってね、そういう画面で登場してた頃にお二方の
ヒット曲をどんどん、うん、突然なんかね、うん、森山さんたちのあの頃ほら、うん、急に新しいリズムみたいで、そう、ね、私みたいの、あの、あんまり演歌が好きじゃない人はああいうのはウキウキして聴いてたのね、ハイカラな感じね、ハイカラだったの、あのハイカラだった、そうそうそう、それが正午に今お二方に歌っていただいてもなんとなく皆さんスイングされてたでしょで僕たちでも、こうなんとなく体を自然に揺すぶってたじゃないですか、北原さんのあれドドンパですか、そうですね、難しいのね、聴いてたらあの拳とあのリズムの、あ、僕のやっぱり個性でしょうねあれ、いいないいな、だからいいんだけど個性似てない、それでね、最近ね、あの僕はまあこの若い二人という歌は必ず自分のコンサートの中にはととあの当然入れますよね、とあの今のバンドさんってのは若いでしょみんな、ドドンパは知らない人います、だから時代だなと思ってね、ドドンパ娘、ドドンパ娘って浦和の子だったのよ、ワラドンマリさん、ちょっと脱線しないでください、お二方の貴重な時間ですからね、家で話してるみたい、家で話してるみたい、僕がね、先週姫路行ってたんですよ、はい、で慎吾さんの番組出ますって言ったら、ね、はい、嘘でしょって言うんですよ、どうしてですか、あの番組出るのなんて言われましてね、いやすごい番組だなと思いましてね、あなた出んのって言われちゃったんですよ、僕がテレビ出るのが不思議みたいなもんね、だからね、僕はね、でも宣伝してきましたからね、ありがとうございます、はい、それが尺なのはね、はい、そのテレビというのはね、あのそう思いません、テレビ特に歌番組というのは年々再々いろんなアイドルの方がお出になってくる、そしてテレビからちょっと遠ざかってられると、これかつて僕はちょっとあのふざけて書いてシャレが通じるだと思って怒られたことがあった、人伏太郎は生きていたってタイトルでやったことがあったんですよ、はあ、私は死んでたんですか、どっかでイケメンになってたんですかと私にあの半分ジョークでおごりになったことがあるけれども、このテレビに映ってることイコール売れてるという、ね、おっしゃる通りですよ、何でもいいからね、今の時代は絵に出てると皆さんが売れてると思いますね、出ないとどうしたんだろう、これはもう一言でそうつきますね、だからそういうテレビというメディアを、このお二方 の, あの僕はデビューもそうだったんだけど、テレビというのをメディアを意識したような曲、そしてみんなにアピールするインパクトを強く与えようと思う曲でデビューされた中山さん、このお二人の歌は明らかに昔の両方方はそうじゃないけれども、テレビというメディアを意識した曲ですよね、それと、うん、二人とも強烈な個性のある声、もう艶のあるね、もうだから、あのどっちかというと味が濃かったのかもしれませんね、ものすごく難しい、その、なんていうの、洋物だもん、立て続けに聞かされるとやや飽きるっていうことがあったかもしれませんね、私は飽きなかったよ、メラの気持ちとかね、そう、あの広田美恵子さんとかさ、みんなあの頃はものすごくドンって威勢が良くて、歌は上手かったね、そう、歌がね、作りも、あのリズムやなんかがね、借り物じゃない感じでね、みんな出てきてた、すごいなと思ってました、例えば北原さんの歌を聞いても森山さんの歌を聞いても、俺たちは俺たちは歌えねえなって、そうそうそう、思ってた、ずっとものすごくこれはやれないなと思ったけど、黒と白との反応から今逆どうなんだ、今出てくる歌詞見たって、あのどれ聞いたって、あ、俺歌えるわ、大丈夫大丈夫、これそっくり歌ってやろうとか、あ、この程度なら歌えるわ、だからカラオケとか流行っちゃうんだろうね、そう、流行っちゃうと売れなくなっちゃうのね、やっぱりあの覚えやすい歌イコールやっぱりヒット性はあるじゃないですかね、ちょっと音域があんまりない、誰にでも歌える歌、じゃあ一つこれからはそういう部分を手抜きして、力4分ぐらいでお二人あれ出したら、こう新曲が売れるんじゃないですか、でもね、作るのは僕たちじゃないですからね、あ、そう、まあ、中山さんもそうですけど ね、 そうですね、たまにヒットありますからね、中山さん、セミガチなセミガチなね、日本文化センターテレフォンショッピング、今日はこのシルバーストーン6点セットのご紹介です。このシルバーストーン加工ならどんなお料理でも焦げ付きません。はい、まずは卵焼き、お砂糖、いや今ねコマーシャルの間森山さんと俺に引っ込み思案みたいな人じゃないかなと僕思ったんだけど、コマーシャルの間一生懸命僕にね、私はあのテレビにでこの頃あの歌うのは年にこう数回しかない、だからね非常に今でもこう出てきて生で歌うっていうのにね、あの緊張するって怖いですから、怖い、そしてあの自分で例えば生だったらもちろんのことやり直しできませんよね、今日今日でねもう歌っちゃったんですけど、これが VTR にしましてもね、例えばティンタレって出て行った時にあの風邪ひいてたりなんかして、えいってひっくり返ったりしますでしょ、よくありますよねでその時に度胸があればね、すいませんストップしてくださいってお願いして、もう一度頭から、それが私ねできない性格なんですよ、だからいつも年に何回しか出れないのにいつも絶えず自分で後悔してるっていうんですか、それで
たまにたまたま私のファンの人がそれを見てて、かよちゃんせっかく今日は楽しみにして見てたのに声が出なかったねとかって言われると、その人に申し訳なくってね、ああもうテレビなんか出るんじゃないわと思っちゃったりね、うんうん、そう、まあ、僕はこの中にね、性格がね、本当に歴史というかね、あのテレビ文化の、まあ、映ってしまえばそれでいいんだと、僕は割にあのテレビというものをないがしろにしてるわけじゃないけれども、あのまあ、役者という本業をきちっとさえやってればあとは余力でみんなやれるというずるいところあるんですよ、うん、で役者の仕事をきちっと本業をきちっとやってれば、うん、そのあと余力でね何かやれるんじゃないかっていう感じでテレビやってるから、黒板に書いたような、まあ今日の一日はあの黒板に僕がこう書いた字だとすると、番組だとすると、あのこうやって黒板消しで消したらもうその日の部分は終わるみたいなね、それはないがしろにしてるんじゃなくてそういう感覚でやってるから、非常に土地量が使いようが、はいごめんなさいもう一回書き直しますみたいなことでテレビというのをそのないがしろにしてるわけないですよ、そういうものだというふうに捉え方してるから、その土地ることもひょっとしたら今日の体調だとか人間性だみたいなことで僕は何とも思わないんですよ、何とも思わないんですよ、その大層に思わないんですよ、だから今みたいな話聞くとね、かよこちゃんの話なんか聞くと、ああそうなんだな、こういう真剣にあの取り組んでいただけてるところが、今の人を見てると割に気楽に出てて、今の若い人を見ると、うん、こいつらいい根性してるなと思いなんでしょ、あのね、そのね、うん、度胸だけね、本当にどうしたらね、ああいうふうにいつも同じペースでね、うん、歌えるその秘訣がね、本当に教わりたいと、うん、私たち3人ともね、あなんだっけあれ、うん、あなたに抱かれて、白いちょうになる、いいわねって言ってたんだけれども、あれは今日はダメなんですかって言ったら、なんかえらい難しい、すごく難しい曲でね、うん、やっぱり緊張しちゃうんですか、すごく緊張しちゃうんですよ、ステージで乗った時にやらない、それでやっぱり自分でプロ意識があるから、レコードを聴いてくださったお客さんに、うん、ちゃんとレコードと同じようにやっぱりいいなっていうふうに聴かせたいと意識しちゃうんですよね、そこが失敗の始まりなんですけど、いや失敗じゃないよ、それで自分でね、うん、やっぱり、うん、いい曲だなっていうふうにやっぱり聴いてもらいたいなと思う、緊張のあまり、うんうん、あまり自分が乗ってない時っていうのはそういう難しい曲で、それで女の人ってこともありますね、うん、女性ですよやっぱり、うんうん、すっごい私は神経質、ね、やはり女性っての男性と違ってやっぱこう生理的なものがあるんじゃないですかね、ものすごいこれがあると思う、男性と違う声の出方、僕はそう思いますね、まあ、このメンバーバイオリズムあるように見えませんけど、あのね、ついでた、私のコーヒーが美味しいのは幸せの証です。新マリーム誕生、後味が綺麗です。 AGF 電話がどんどん入ってますよ。今日はあまりの懐かしさに感激しました。私は若い頃ダンスコンテストで森山さんの曲で踊って1位を取ったことがあります、北原さんの歌もよく聞かせてもらいました。お二人ともこれからも頑張ってください、水間英子さんって博多の49歳のダンスコンテストで、はい、頑張ります。日陰のナプリかなんかで踊りの、どういうダンスだったんでしょうね、ずいぶん忙しい、ジルバかなんか、ジルバかこれ、ジルバですよね、これはこれじゃなくて、あともう一つ何がありましたっけ、メロン、あれはチャッチャッチャみたいですから、うんうん、マンボとかそういうのですね、きっかけのキューバと坂本九ちゃんとね、いらっしゃったね、そう、さあそしてもう一方、非常に懐かしい方、あの GS の先生時代にですね、ビレッジシンガーズというチームがありましたね、生で会えるの、生でですよ、そして今はコロンビアのディレクターをされていらっしゃいます、安岡力也さん、嘘ですよ、清水道夫さんをご紹介しましょう、どうぞ、甘い色の髪の乙女でしたっけ、どうです、清水さんどうも、ね、お久しぶりです、あ、ご無沙汰します、あの懐かしい顔がそのまんまお年を召されたという感じでございますけれどもね、でも頭は縮れていませんでしたよね、うん、それはかけてらっしゃる、軽くパワーをかけてます、うん、そしてなぜ、ほらちょっと見てください、今ビレッジシンガーズ時代のあれ彼は右は林さんですよね、そうです、林豊君、そうですよね、そう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 、今役者として頑張っておりますけれども、ワイルドワンズとかね、そうですね、皆さん懐かしいと思います。さあその清水さんが北原健二さんの新曲のディレクターをされてるわけですね、そうですね、北原さんがちょうど2年前に、うん、あのコロンビア移籍されて、はい、で去年まあ25周年っていうね、はい、あのかなり大きなイベントで、いろんな友達来てくれましてね、はい、ビクターの井田さんとか、はい、ロックンロールのパーティーでね大盛り上がりました、あの、横山やすさんもね、うん、大阪から
洪水使ってきてくれました、ね、やっさんそういうのもあったかいなあいつ、ギャラなしで、うん、そうですか、うん、やっさんそういうこの人生のエールを送るのあれ大好きだからね、うんうん、それが今度はどういう曲を北原賢治に今度はどんなものを歌わそうと清水さん思いますか。そうですね、うん、先ほどからいろいろ話してますけど、はい、北原さんの場合波町でやっぱり野球やってましたからね、はい、やっぱり30代後半ぐらいの声あると思うんですよね、やっぱ野球の選手っていうのは、うん、お腹からこの練習の時にどんどん声出しますんでね、だからそういった意味でまだまだ張りのある声があるんでね、やっぱりあんまり抑えた曲じゃなくて、やっぱり北原さん独特のやっぱり個性を出した曲ができればいいなと思ってますけどね、うんうん、なるほど。波翔はこの頃野球どうしたんでしょうね。いやもうね、名前も変わりますよ、今度、あ、本当、うん、牛島香川コンビ以来出てないでしょうね。出てないね。その前はね、高田さんとかね、成績が上がっちゃったの、4回戦とか、張本さんとかね、山本八郎とかいたの、坂崎とかね、うん、もう一番強い時ですね、一番強い時ですね、うん、進学校になっちゃったの、え、今度、名前変わります、今はすごいんですよ、商業じゃなくなっちゃった、第2PLとか何々大学という付属高校、付属高校、何の付属高校、もうすぐ変わります名前が。そんな話はいいんですよ、別に何でしょの話PL に任せとけば。慎吾さんね、25周年の時に、はい、作詞家の星野哲郎先生と、はい、作曲家中山さんの師匠ですね、遠藤実先生、はい、この方が記念として25周年記念版を送ってくださったんですよ、はい、これが非常にね、私もいい曲だと思いますし、なんとか我々はもう古いとか懐かしいだけじゃなくて、新しい作品で出ればね、また昔の歌ももっと戻ってくるだろうと、でベテランになってくると本当に忘れていっちゃうんですよ、でみんなやる気なくしちゃう人がいっぱいいるんで、自分たちは五体満足でやってるんだから、作品さえいいの出せば、まあこうしてやってるうちにヒットにつながるんじゃないかと思ってね、うん、僕ね、そのさっきそれが一番僕ら自身の身にも降りかかってくることだから、テレビっていうのは、まあ、新しいもの好きだから、どん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 、つまりタレントっていうのは消耗品だという考え方で、どん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 司会者でもそうだ、どん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 目先を変えてくれば、秋の10月の改編期です、4月の改編期です、違うのいるときはなんとなく新しくなったみたいな、芸があろうがなかろうが、歌がうまかろうが下手かろうが、もうそれがテレビの本質だと思うんだけれども、そういう状況の中がそれだけがそうじゃなくて、歌というのは今北さんが言ったようにいいものにさえ出会えばね、いくらでも、だからちょっと今満を持して待ってるという状況でね、テレビに映ってない状況というのは、そうですね、そうでしょ、準備期間に長くかかってるという、で必ずリサイクルしてくると思いますね、いるじゃないですか、そういう人がいっぱいね、しばらく鳴りを潜めていたけど、ある作品をきっかけにまたドーンと出てくる、また実力があるんですね、そうです、森山さんの方だとすごい実力だけども、ああいうのはほら日本人がの人にはあんまり中年が歌わないじゃない、今の中年の方が懐かしいねって自分たちが高校生、大学生の頃に私たちの曲を聴いて、うん、歌うというより聴いたのね、そうなんですね、振り付けも憧れて見た世代、全国の皆さんはどういうお考えになってる、東京では今まあ大変な、まあレトロといいますか、オールデイズのブームといいますか、森山加代子さんの歌なんか歌うのが非常にナウイという感覚、僕はそれはある種の、本当の流行なのか、それともある種の、レトロブームに乗る頭なんか知りませんよ、知りませんけれども、そういう感覚では東京では非常に森山加代子さん、北原賢治さんの歌を歌って踊ったりするのがある種青春を皆さんの中でこうダブらせていただけるブームなんですよ、でも今ものすごく忙しくなって、池田優子ちゃん今日は静かですけれども、はい、やはりいや今のねお話伺ってて、そのテレビに出るっていうのが緊張することであって、そうたやすいことじゃないっていうのお話ってものすごく、あ、そうだなと思うのは、私がアナウンサーになったのは10年前ですけれども、10年前はこうテレビで喋るっていうことのために、もうあえいうえをあおとか毎日のようにそんな練習して、スタジオに一人こもって練習して、やっと天気予報ですっていう一言言って、あ、私喋ったっていう世界だったの。ところが今はもう入ってもう 1、2年というか、もう入って1ヶ月後ぐらいの人がマイク持って、ここはどこにいましてってやれてしまうって、羨ましいなと思う反面、こう一生懸命練習してやったものってきっとずっと長いこと、もしかすると時にはもう新しいものに取って代わられるかもしれないけど、生きるんじゃないかななんて思って聞いてたんです、それはそうだと思うよ、それはそうだと思うし、俺なんかいい加減だね、でも、
考えたやっぱり本業できちっと同じだよね、アナウンサーなんかみんな同じだと思うね、その訓練っていうのは、うん、よくわかんないけど今アナウンサータレントみたいな局によってね、うん、そうそうそう、いてすごいね、鼻につく人いるのよね、鼻につくやつばっかりちょっとね、勘違いしちゃってる勘違いしてるやつでも大きいんじゃなきゃいけないみたいな、タレントになりたいのが多いから同じことだからいいのよ、あれはあれでブツブツ言う方がダサいですね、はいなんだ俺今ね、高見京子ちゃんそのまま眼鏡かけたらそのまま小沢良子だったね、もうね、あの3兄弟なんですよ、3兄弟なの、私昔向こうに座ってて、こっちになった最近こっちになった意図的なんですそうなのね、これは身内なの、いや俺は終生現役だとおっしゃる、僕はね田畑芳雄さんがね、はい、その要するに夏メロの番組なんかにお出になるの嫌だと、はいはい、で夏メロ歌手扱いっていうのは嫌だよ、はい、俺は現役だよ、毎年新曲出してんだよ、はい、あの田畑さんが、はい、ね、はい、あの田畑さんがそういうふうにおっしゃって、こういう番組なんか出ていただいたら、うん、一緒に僕らと帰り船歌って涙したりっていう青春の熱い血をいっぱい持ってる方、俺まだ現役だよっていう、うん、田畑さんがおっしゃるのすごい好きなんだよね、うん、いいことですね、うん、はい、今日は一つ、清水さんもご推薦されております、今大変力を入れて、うん、北原健二さんの新曲あふれるものを、はい、ね、あふれるあふれるあふれるですねじゃあお願いしましょう、誰かが言った「それもそうだと思ってみたよ」「風が吹いたら風が舞い」「なびくつもりがなびけずに折れる心」熱い涙を頼りに生きた、どこかで聞いた秋の匂いもどこかで聞いた、一つ選んだ道のため五つ六つと捨ててきた、夢を数えりゃ夜風の苦い苦い酒だが明日を託す、もう戻れない戻れない、ただ進むだいかがですか、戻れないですね、あのかつての北原節よりもちょっと抑えめで、そうですね、うん、そしてやっぱりこう人生こう積んでこられた分だけ我々に与えるずんとくるもの、うん、それと何より嬉しかったのはね、一曲ワンコーラスを歌いになった時に北原さんなんとなくお客様にこうやって頭を下げられた、今の若い歌手やりませんよ、皆さん聴いていただいてありがとうっていうのは自然に身についたポーズだと思うんだけれども、
これは俺感動しちゃったね。真面目に生きてらっしゃった。真面目に生きてらっしゃった。だから真面目に損する時代が一時あると思いますよ。僕は不良だから割にずっと得して生きてますけど、真面目が損する時期があるけど、結局長い目でトータルすれば真面目勝つんでしょうね。まあそうだね。それじゃなかったら割が悪いですよ。そうね、うん、トータルすると、うん、そうね、まあ、僕はあのこの作品ね、本当にいい作品ですのでね、まあ、あの30代過ぎるとレコードを買う人がいい曲だなとは言ってくれるんですけど、なかなかレコード買ってくれないから、僕らレコード歌手ですからね、あのレコード買っていただきたいですね。そうなんです。それが今ね、あのかつてのブロマイドと同じで、あの年配の方がレコード買わないみたいでしょ、はい、そうですね。その辺の難しさもね、若い人の特にあの邦楽のレコードの場合、若い人の向きのものが多くて、レコード屋さん行ってレコードを買う、レコードのジャケットこれ買ってっていうのが非常に重たい感じがする。だからこういう熟年の人間が今の歌なんかのレコードを買う時っていうのはなかなか買いにくいと思う。だから逆にさ、北原さんのレコードにプラスウーロン茶がついてるとかさ、麦茶がついてるとかさ、どん兵衛がついてるとかさ、なんかそういう、はい、そういう生活と密着したことできないの？あのね、僕もそう思います。いやあのね、スーパーで売ってればいいのよね。まあそれもそうですけどね、今のシステムの中でね、あの出前をするんですよ。レコード出前。そう、レコードをね、うん、あの買いにくいんです本当に。演歌なんてどこに置いてあるかわからないですよ、うん、我々が言っても。あんないっぱいあると探すのね。だから、ちょっと気の利いたレコード屋さん、あの、うん、ね、いいですか、まずね、チラシを入れるの新聞に、うん、ね、今売れてる歌、無釈旅情とか例えばよ、うん、ね、で そして、うん、あのラッタッタでね、うん、あの若い人がダーッと町内をね、うん、出前するの、うん、あ、これいいね、うん、そうで、30分以内にお届けします。30分以内に届かなかったら窓から富士スビで飛ばしますよ。でもね、ちょっと伺うけど、本気で聞くけどさ、あれ LP ってあんなに何千円も2000円も3000円もね、 CD もしなきゃダメなの？あれさ、1ヶ月に。でもね、それはあれですよ、本当にダメなの？だってあの大変なの、録音する時のお金が大変ですもん、うん、スタジオだよね、ミッチー。そう、もうね、もう本当に大変です。ミッチー我々ミッチー、いろいろ仕事仲間だもんね。そういうレコードの売れ方なんかについて清水さんどうですか？なんか販売方法。そうですね、あのやっぱりさっきね、うん、あの合間にあのちょっといろいろその例えばスーパーとかね、うん、それはうちあの我々あのレコード会社なんかでみんな考えてるんですよね、うん、やっぱり演歌の人っていうのはやっぱりあのスーパーとかああいうとこはみんな行くし、うん、あのああいうとこだったら非常に買いやすいとかね、うん、それがまあ先生が今おっしゃったけど、うん、なんかレコード商組合の問題とか、うん、レコード屋さんが若者志向でだん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 店もモダンにしちゃってる中に、こう熟年の人たちがそこへ行ってレコードを買うという思いはさ、やっとデパートのレコード売り場で買えるぐらいですよ。そうですね、池田さんなんかは割にレコードを買うのは抵抗ないでしょ？まあ、この頃ね CD が私なんか多いんですけど、でもねテープだと残らない、うん、だけどレコードだと残るんでね、うん、あのレコード箱なんか開けると父が買った古いレコードがあったり、そうなんだよね、そういうところがレコードの魅力だから、うん、あのあんまり安っぽくどこでも売ってしまうのも考え物だなと思ったり、こういう考え方もあるんだよね、全然平気よ。でも残ったこう古びたこうね、あのレコードケースなんか見るとパチンコ屋の方が買ったりしない？パチンコ屋で売ってる、結構パチンコ屋にレコードがあると、あのいいですか、パチンコに落ちちゃいけないのか、パチンコで売ってないけどあの景品で買えてくれるときは、あこれいいや買っちゃうとか思う、うん、そうよね、でもレコード屋さんだとなかなか今度にしちゃうとか思っちゃうんですよね。レコード屋って遠いとこにあるもんね。まあ聞き流してください、かなりごめんね、裏の方でねレコード屋さんまで、いやあそういえば潰れたの一つゴリあるもんですから、ね、でもね、あの私なんか中年にしてはね買うと思うの、うん、つまり松田聖子ちゃんって、うん、どういうのって買うとかね、うんうん、中島さんの新しい毒を買うとかさ、それはやっぱりねマスコミ関係に所属してると思うんですよ。あのね本当に演歌小沢涼子優勝してどないしてるいやいや歌謡曲でも何でも買うけど、うん、でもあの息子がいますからね、はい、息子がまた全然新しいの買ってくるでしょ、うん、いいんだよね、2人でレコード好きなの買ってると正直なこと言って、うん、いまいち安くない。僕はね比較的にあのずるいのか知らないけどね、スヤデさんのお友達が、うん、でロスなんかに皆さんお飛びになる時にね、うん、お飛びになる時に向こうのラジオなんかを撮ってきてもらうんですよ、うん、それをこうお店流したりとかいろいろするんですけれども、うん、音に対する感覚とかそういうのはこうずれないでおこうみたいに、いけないんだって。何をする？いけないんですよ、海賊版って、ほら嘘今の話、あでも自分が聞くだけじゃない、
今のはあのさっき言ったように黒板消しと同じで消しあの歌手の方どうなんですか、レコードになるのとカセットになるのと、あと録音されてしまうのといろいろあると思う。その収入とか夢んじゃなくて、私はレコードができたって感覚があるのかな。レコードができたらレコードよね、そりゃそうでしょうね。嬉しいですね。自分であの、あのゴールドラベルを作った方もいらっしゃいましたね、この間。ああ、そうですね。もらいましたよ。あのほら、三本目のお医者さんのダイヤモンドの、ね、長崎のテレフォンカード、金箔の。そうそう、本当に欲しいな、それ。うん、そう。あのね、入れると少しずつ金が入る。でもシェイクスピアもどうしてこんなに悩んだんだろう。あの時代はピップエレキ版がなかったからね。ちょっと、テレビの見過ぎじゃない？いや、ゲーテはテレビ見てないだろう。ピップエレキ版 A。 肩こりの隣の源さん、ピップを買って飲んで聞いた。あんたなんで飲まないの？あんたなんで買わないの？飲んで聞く、ピップ漢方肩こり薬。もう森山加代子さんと言いますと、なんか自然にあの坂本九ちゃんが浮かんでくるんですよね、はいはい、九ちゃんとのコンビ、はい、それと昔の週刊誌にはこうロマンス説が出たりなんかしてね、どなたと、いや九ちゃんと婚約したんじゃないかっていうことが出て懐かしい思い、そしてお二方が非常によく映画にも出になってましたよね、はい、それとあの当時、その当時どうだったか分かんないけど、あの当時はあの歌手が映画に出るとね、もうちょっと黄昏かけた時だっていう時があった、うん、ということはやたらねスケジュールが忙しくて映画に1ヶ月も束縛できないんですよ、うん、映画会社ったら遅れてるから、そしてあの歌手ありがたいと思ってスケジュールいただいて撮った頃には映画が入らないみたいなことがあったけど、うん、そうじゃなくて当時は北原さんも彩子ちゃんなんかも会社ぐるみ皆さんが映画なんかに参画して、うん、みんなのいろんな意味のファンを獲得しようってことをやるんだって。この間もこの辺歩いてたらダニーだとパラダイスキングだって、はい、あのワゴンが走ってたみたいな、わーっとジーンと来ちゃったんですよ、みんな頑張ってんならおっさんたちと思いながら、ね、出ておいでと、お家から出ておいでとかっていう歌が楽しかったね、うん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 、今とても懐かしくテレビを見て泣いてしまいました。昭和39年オリンピックの年でした、うん、福島県で骨肉腫で亡くなってしまいました、うん、友人のこのお見舞いに北原さんが、はいはい、亡くなる前に来てくださって、うん、とても温かい言葉をかけて、優しい優しさがあふれる方でした。その時のサインも今も大事にしています。これからも頑張ってください。残るものはレコードだけじゃないの、ね、ね、はっきり覚えてますよ、うん、町田市の出口さん、あのお嬢ちゃんでね、僕行くたんびにお見舞いに行ったらね、うん、最初行った時かっこっちの腕がもうなく、2回目行ったらもう、3回目の時はもう足もみんな来ちゃってね、あれ時は僕もあの涙腺が弱い方ですからね、もう泣きましたね。すごい不安だったんですよ。小学校だったんですね、まだ須賀川ってとこですわ、はい、さっきり覚えてます、福島のね、はい、ということですね。でもそれは大変いいことなさった。いいえ、もうあの今日は本当に懐かしい思い出です。放課後掃除をサボって聞いたドドンパやツッカゲのナポリを思い出しました、うん、森山さんの青いほくろも懐かしいです。青いというのはすいません、ほくろは黒いんです。ほくろは、ほくろって書いてある黒いもんなんですけど、カラーにした時に青くなってたんでしょうか。森山さんはあれですか、カラー調整がうまくいってなくないですか。まあ、今また元のレコードやなんかあのまま出てるんですか。そうです。そうじゃ、私今日買ったっす。いや、私のはもうもちろん特に廃盤になってまして、でナポリなんかはあのないとは思いますけど、もしかして見つかったとしたらなんかお値段が高くなってるそうなんですね。そうですね、だから本当的な価値が入れ直す。この間、うん、私 の, あの、古いファンの方がね、かおちゃん多分持ってないだろうと思うから僕からプレゼントしますってナポリをね送ってくださったんですよ。とってもありがとうございました。高くなっちゃうんですよね、うん、でもこうやって森山さん見てるとね、あの昔のっていう言い方失礼だけれども、かつてこう育ってきたスターというのは今のこう世知辛い人たちと違ってのどかだなと、逆に言うと浮世離れしてるなと感じしませんか、ね、うん、山城さん、うん、あの女の方が吹きやすいって言うけれど、うん、大変失礼だけど清水さんなんて学生さんみたいなビレッジシンガーズ、うん、今もう立派にお父様みたいな雰囲気でしょで北原さんもちょっとねお太りになってるけど、はい、森山さんだけあの通りと全然お嬢さんね、うん、全然かやちゃんはあの体重も変わってないでしょ。いや、昔の、あの昔のまんま雰囲気、企業がいいんですよ、男の人で苦労してないの、男で苦労してない、苦労してない、まあ、男で苦労した女は大変何このフォロー、これ大変で
ましたわね。池田さん見習い、もう男で苦労してるばっかりですから、ね、うん、というわけでございますけど、やはり、ね、いろんな苦労があって、どういうふうにまとめんだよ、そんなもん。今日のあれでね、梨本さん。北原健二さん、久しぶりにあの鼻に抜けるような高音の歌声にしびれております。本当にあの時代は良かったです。プロレスの力道山は強かったし、うん、私もまだ肌の独身でしたからね。小島正隆さん44歳の川越の会社員、ね、皆さん青春をお蘇らせていただいておりますけど、だから歌とかっていうのは突然思い出しちゃうのよね。そしてね、歌っていうのは不思議にね、なんかふっと前を見て歩いてる、通りを見て歩いてる女性に触れすれ違った時、なんか周囲の環境にふっと自分がなぜこの歌が、なぜ若い二人を歌ってるんだろう、月影のナポリを歌ってるんだ、気がつかずに歌ってる時ってあるでしょ、うん、なんとなくあれ歌って不思議なもんですね。そうですね、やはり自分の体に染み込むの、ね、染み込むんですね、強い印象で蘇っちゃうの、突然、ね、だからこの辺なんか書いてみますと人生劇場が楽しい時は楽しい歌を歌っちゃうし、別れようかなと思ってると別れの歌をチラチラ歌ってたりさ、この後演歌が身に染みるって言ってたじゃん。そうです、いいね、演歌が身に染みる、染みましたよ、もういいな、演歌が身に染みる、初めて身に染みました。泣き濡れてたのよね、なんかこのおばさまたちになると演歌が身に染みちゃう。池田さんなんかニューミュージックが身に染みる。でもね、日によって違うんですね。カラオケに行って、うん、今日は演歌をみんなで歌いたいっていう人、うん、ニューミュージックでずっとみんなで歌いたいっていう人、なんか気分なのかな。俺古いのかな、今一番聞きたいの浪曲。あ、うんうん、私も聞かされてる。カセットテープが出てますよ、持ってますよ、ヒロダ・トラドさんの、うん、そう、カセットテープね、僕あれ、あるいつも聞いてます、大好きですよ僕ね、あの、なんていうかな、役者の修行ってスタニスラフスキーも下手くれもないのよ、センダーコリアだ、近代俳優も下手くれもないの、うん、なんだこんな程度のものだと思うわけ、それ失礼だけど、うん、ね、あの広沢虎三さん の、 あのセリフの語りなんか聞いて、うん、あ、この息だ、この間だと思って、うん、そう、僕は勉強して、あれと楽音を聞いてればいいじゃん。そうだよ、そうだよ、ところで池田優子が本を出したんだよ、花泥棒って本だよ。なんか義理があんの。いや別にないですよ、いいな、義理というよりもさ、なんで出てこない、いきなり、いや、池田さんが森本ワイドの方に出なくなって残念に思ってた、あの、ね、番組に出演されてるの安心しました。これからも女優業ともどもがいいじゃありませんか、本を出して、すごい、すごい世界でしょ、花泥棒、うん、花泥棒ってね、人のお庭にね、自分の好きな種や苗を植えてしまう、知らないものを突然出してこない、そういう人怖いでしょ、怖い、これ私しか、これしかやれないですよ。慎吾さんはね、あの、確かに女性に優しいですよね。僕、まあ、マンションで一緒に、あの、下、上下住んでましたよね。実に、僕もあれぐらい優しくなりたいな。危ないって。そのマンションで優しいということは、マンションは家族が住んでるわけですよ。そこで優しいっていうのは、どういうことだ。そこで優しいっていうのは、この辺で打ち切りで。この辺で。いや、マンションの前で、ここはまずいから帰りなさいなんて姿なんかあったんですね。いや、なお怖いメンバーですね。明日はたっちゃんがオーストラリアから帰ってきてきました。たっちゃん料理です、鶏をご用意ください。やだ恐ろしい番組でございますけれどもね、明日、それからボンドガールが、あの、今度の新ボンドガールもたっちゃんの料理を食べに行ってどうもありがとう、お二人頑張ってください。